道の駅は全部あれだ、駐車場がフラットだね。傾斜なし。おお、すごい広いね。レストランがあって、手打ちそば、ブス、農産物直売所とお土産どころ。で、向こうがトイレか。ふうふうふう、手打ちそばで、入り口はこちら、入り口はこちら、農村レストランって。あ、そうだね。あ、泥付き猫、ね、ネギだ。すごい立派だな。ねえ、しかも安いな。安い。うわ、こんなでかくて400円だよ。かぼちゃ。ネギ。あ、これ安い。150円だって、泥なし。玉ねぎ1個45円。ナスもやっぱ安いね。120円。あ、ホテイ青いいじゃない、これ。ホテイソウ。メダカいる？メダカはいないね。はい。にっこり。うわ、でかっ。これやばくない？やば、にっこり、すげえ。これもでっかいよ。うわすごい。うわ、美味しそう。これ280円で安くない？安い、安い。秋月。ていうか安いよ。なんでこんな安いの？ネギはちょっとあれは卵、アスパラガス、
あ、買ってく？今じゃないでしょ。あ、今買ったりしなくなっちゃうね。そうだね。いやー、わかんないね。エゴマの葉だって、大葉みたいだね。甘唐辛子、ジャンボピーマン、うわ、ジャンボだ。うん、さすが道の駅。うん、ニラ三条、西方ドレッシング玉ねぎ塩、わあ、西方ドレッシング、ニラだって、ニラドレッシングだって、すごい。にんじんドレッシングね、ニラの茎、わあ、うんうん、あ、ポップコーン、ポップコーンです。カットかぼちゃ、おお、カットしちゃう。紅はるか、さつまいも、あ、甘梅だって、カリカリ梅の甘いやつだ。お、こんにゃく、こんにゃく、うん、では、あ、メンキリ板だって、へえ、メンキリ板、おお、どういう、どう使うんだろうな。うん、鬼おろし、あ、これいいね、綺麗に履けます。ほう、かんぴょう、かんぴょう、あ、出た、ふふ、あ、すげえ、麺切り包丁だ、うわ、いい値段するね。へえ、あ、これはそば、そばを食べる時の、あ、これそば湯入れるやつね。うん、あ、てか、これはそばを打つ時にこねるやつだね。へえ、結構いい値段するんだな。はあ、綿棒、すごいね、ちょっとこんなのが売ってるって、ちょっと道の駅で初めて見たな。うん、へえ、うんうんうん、お、かき揚げ、冷凍かき揚げ、これいいじゃんね、そのまま麺の上に乗っければ、汁冷たくなっちゃうか。餃子、しじみ、冷凍しじみ、あ、卵サンド、ビネガーサンドだって、ロースカツサンド、フルーツサンド1個もないし、超人気、オラガ納豆、オラガ納豆ってなんだろうね、チーズケーキ600円、うん、甘酢らっきょう、塩らっきょうはないのか、ミルクコーヒー、あ、お米ね、栃木の地域お米、うん、西方さん、こっち光だって、
やいやいや、いろいろあるね。大切に育てたおこめです。袋の扱いは丁寧にお願いします。はい、お、もち米。もち米ってこんな小さいんだ。ほうほう、お米ね。いいね。さあ、味噌、梅干し、梅干し、あ、ピクルスだって。へー、わ、面白い、レモンが入ってる。へー、いいね、これ酒のつまみにピクルス。あ、桜大根じゃねえのこれ、ね、いいね、桜大根270円、めっちゃ安いんだけど、超安い。しば漬け、匠油揚げ、これはいくらでしょうか。260円。へー、刺身だって。厚揚げも。わ、厚揚げいいじゃんこれ。厚揚げはいくら？書いてある。厚揚げ200円。あ、これちょっと買うんじゃない？ちょっと聞いてみよう。最後の1個だからね。サイは行ってないんだろう。コトピー、ヒュー、どっか行っちゃったな。あ、いた。へー、聞いてこよう。あ、と思ったら、でかっ。何こういう風になる種類なの。ねえ、すごい立派だよ。でかっ。あ、厚揚げ売ってたよ。え、塩かけて食えばいいじゃん。冷たいまま。え、温めれば。え、温めて食べる。フライパンで。え？え、でも冷たいままじゃダメなの？ダメなんだ。煮物に最適って、焼いても美味しくって書いたんだから。そうなんだ。じゃあ、じゃあいいです。冷たくても食べれるのかと思った。え、豆腐は冷たいまま食べるじゃん。豆腐はね。厚揚げはダメなの。そうなんだ。一緒じゃないの？そう、それは残念。にっこりなし。今じゃない、今日じゃない。まあ、今日がチャンスだけどね。え、絶対あんなでっかいの梨食べなかった。ん、梨は食べた？あ、食べてない。ああ、もうダメになっちゃうね。ここは何でしょう、キララ館。キララ館って何だろう。そうだね、スタンプないね。あ、
こっちがお土産売り場だからこっちにあるんじゃない？お土産どころ。はい、はい、はい、ありがとうございます。カントリーマーム、とちおとめ。はい、お、すごいヒノキの匂いが。すごいヒノキの匂いしない？ん？ねえ、あ、お酒があります。生姜？ああ、岩下の新生姜ね。多分工場が近くにあるの？近くっていうか栃木なの？岩下の新生姜。ねえ、あそこなんか工場見学かなんかできるんでしょ？ね、へえ、あの生姜の揚げがないんだね。あれは群馬、あれ群馬だっけ。あ、工芸品ね、工芸品。うん、いいね。あ、これなんかほらセカンドバッグ、セカンドバッグいいんじゃない、これ。わ、すごいね、これもね。へー、おー、すごい。このヒノキの匂いはすごいな。西方、西方町。これラジコン GTR 2200円、そう高くもないね。いいね、これ。あれ栃木県警だっけ。でも警視庁って書いてあるな。警視庁に GTR のことかなんかあったっけ。いいね、これ。あれ栃木じゃなかった、ね、なんかすごいパトカーがあるの。違ったっけな。